共和国防衛隊は、シリアの軍事、治安組織、共和国防衛隊、または、大統領警護隊とも呼ばれる。イラク共和国防衛隊と異なり国名は関しない1976年に、大統領警護と、体制維持及び首都ダマスカス防衛のために、編成された。隣国イラクにおいてもバーストを政権下に、大統領警護を目的として、 イラク共和国防衛隊が編成されたが、当該部隊は、軍から分離した指揮命令系統であった。一方で、シリアの共和国防衛隊は、軍の指揮命令系統に含まれ、当該部隊の指揮権は、シリア軍参謀本部の所轄である。装備の供与や訓練そして、規模の面で一般部隊に勝り、シリア軍地上戦力の再生 A 部隊にして、 現大統領バッシャール・アル・アサド及び与党バース党政権の最大の権力基盤。当該部隊に所属する将兵は職業軍人であり、主にバース党の党籍保有者が構成しているとされる。シリア軍の地上戦力は大量の戦車を有するが、その膨大な戦車保有台数に比して、陸軍の大部を占める一般部隊の即応性、機動性は基本的に定列であり、 固定射撃など火力に依存する。しかし、共和国防衛隊をはじめとする精鋭部隊は、例外的に高い即応性と機動性を有するほか、優秀な付戦共同能力を持つ。チュニジアに橋を発した市民による抗議行動が、2011年にシリア国内でも発生した際、共和国防衛隊は、第101、第102不評連隊、第104、第105、 第106機械化旅団及び第100方兵連隊によって構成されており、大部分はダマスカス周辺に駐屯していた。そして2012年にかけて反体制武装勢力との戦闘が激化する中、共和国防衛隊や第4師団及び特殊戦力師団などの精鋭部隊は政府の忠誠を維持し軍の中核として、 反体制武装勢力の構成を拒否する役割を担った。その一方で徴兵を基盤とする一般部隊では兵の離脱と命令への不服従が後半にわたって発生し、シリア政府は一般部隊の同様に対応するため、共和国防衛隊及び第四師団や特殊戦力師団などを小部隊へと分割した上で、それらを一般部隊と合わせて配置する方策を取った。 このことは一般部隊における兵の離脱や不服重発生の防止に一定の効果を持ったが共和国防衛隊をはじめとする西部隊霊下の旅団及び連隊はシリア国内各地に分散配置されることになったこのため政府軍が攻勢を発動する折には旅団や連隊規模で一体となって運用される場合もあるが所属の各大隊が長期にわたって 別々の前線に派遣されることは通例化しており、配属されている旅団及び連隊とは独立して活動する大隊も多いとされる。他方、細分化された所属部隊の統合運用を促進するための努力もなされている。また、共和国防衛隊の規模は内戦を通じて拡充され、零下部隊の増設及び編入が行われている。通常、シリア陸軍における 師団定員はその種類によって5000人弱から1万5000人強程度の規模に分かれる。共和国防衛隊は内戦以前から規模の面において他師団より勝っていたとはいえ第4師団と比較した場合数個大体分上回る程度に過ぎなかったが内戦勃発後の部隊増設及び編入によりその規模は第4師団を含む他の師団を圧倒的に上回るものとなっている。 元来、共和国防衛隊の編成単位は師団であるが、霊化部隊の増設及び編入により、現在の規模は、内戦以前のシリア陸軍における一個軍団に匹敵する。また、霊化部隊の一部を統合運用する目的で一個師団が配置されている。このほか、第25師団についても共和国防衛隊の霊化に編入されたとされる説がある。閣僚団。 連隊の定員は、機械化旅団が3500人、不評旅団及び、機構旅団が2500人、不評連隊並びに、砲兵連隊と特殊戦力連隊は1500人から、なる。旅団及び連隊は大隊を機関に編成され、大隊の定員は500人である。共和国防衛隊は、シリア陸軍の他の師団と同様、旅団及び連隊を機関とする編成である。通例。 旅団は少々によって、連隊は順将によって、大隊は大座によって、指揮を受ける。第30次団は、アレッポ方面に所在するすべての共和国防衛隊、所属部隊を、名目上を単一の指揮下に統合することを基として2017年1月に、新編され共和国防衛隊司令官の期下に置かれている。その構成はつまびらかでないが、現在は三個連隊及び三個旅団と、 アレッポ特殊任務軍が当該部隊の霊下にあるとされ、一説には第93旅団及び第135旅団についても当該部隊の霊下にあるとされる。第25師団は2019年8月に独自の精鋭部隊だった特殊戦力次第が共和国防衛隊の管轄下になることに伴い名称変更された。シリア内戦勃発後、ホムス県ラスタン市における 反体制運動を収集するため、同地出身かつ寸理派に属するマナーフタラース第105旅団長が派遣されたが、不守備に終わった。当該人物は、現大統領バッシャール・アルアサドの学友であったが、先の任務に際して政府批判を行ったため、旅団長職を解かれ、2012年7月にフランスへ亡命した。シリア内戦初期において政府批判を行った。 共和国防衛隊所属の旅団長級の人物には、他に、バースイル・アサドの大学時代の親友であった、タラールマフルーフがいるとされ、こちらも1時間しかに置かれ、任務から遠ざけられたとされる。しかし、当該人物の場合は、その後、第105旅団長となったほか、共和国防衛隊司令官として、部にも受けたとされている。第105旅団長の後任としては、 ザイド・サーリーフが任命された。このほか第106旅団長であったムハンマド・ハットゥールは、ハサカ市において発生した、クルド民主統一党の軍事部門である、人民防衛部隊と、親政府民兵部隊の武力衝突と関係していた、ことから、停戦交渉に際して、クルド民主統一党から、当該人物の解任要求を受けたシリア政府より、第106旅団長職を解かれ、 デリゾール市に駐屯する一般部隊の師団長に店舗となった。後任にはハサン・ムハンマドが任命された。第104両団長としてデリゾール防衛に活躍したイサーム・ザフルティーン。少将はドゥルーズ派出身であり、共和国防衛隊の志士というあだ名を持つ。ドゥルーズ派はフランス統治時代においてアラウィー派と共に現地部隊への積極的登用がなされた。また、 1966年シリアクーデターの際も、ドゥルーズ派出身であるサリーム・ハトゥームが、サラーフ・ジャディード、ハーフィズ・アル・アサド、ムスタファ・タラース等と共に、クーデターの中心的人物の一人であった。しかし、直後に発生した内部対立により、再クーデターを起としたサリーム・ハトゥームと協力者が排除され、その煽りを受けたドゥルーズ派出身者は、軍内の昇進から、 排除されるなど、前大統領ハーフィズ・アル・アサドの時代は、礼遇を受けており、政権との関係も微妙であった。しかし、バッシャール・アル・アサド就任後は関係緩和により、イサームのように、現大統領の元軍の要職へ登用される、人物も存在するなど、関係も変化している。ありがとうございます。